もったいない、念のため、とりあえずという言葉は封印しましょう。自分の人生をとりあえずでいっぱいにしたくないですよね。最近トミに思うんですが、捨て活や片付けをすればするほど、なんて無駄なものを買ってしまったんだろうって反省してしまいます。どうしてこれ買ったんだろうっていうものがあまりにも多すぎるんです。50代後半以降の年代の方は、若い時にバブル期を経験している方が多いと思うんですが、当時は景気が良かったせいもあって、欲しいものがあったらすぐ買うという感じでしたよね。服でもアクセサリーでも文具でも家電でも何でもテレビで見て良さそうだったから、友達が持っていて使いやすそうだったからという感じで気軽に買っていました。ずっとその感覚で買い物をしていたので、家の中は不要なものがたまる一方という感じになってしまいます。そしてやっぱり昭和の感覚も持っていて、まだ使えるのに捨てたらもったいないとも思ってしまうから捨てられないんです。そういう方結構多いんじゃないかと思います。私もどんどん買うのに捨てられないという困った状態になって、収集がつかなくなって、ある日ミニマリストに目覚めてガンガン手放すことを始めたんですが、未だにやっぱり手放さないといけないものが家の中にたくさんあります。バブル当時の感覚がまだ抜けていないのか、ちょっといいなと思ったら買ってしまうという癖もまだあります。でも年齢を重ねるにつれて、こんなことをしていては将来自分が困るなって実感し始めています。年々肩が動きにくくなったり、腰痛になったり、体が硬くなったりで、捨て活や片付けが思うようにいかなくなったことが多くなったんです。高いところにあるものは肩を痛めそうで怖くて動かせないし、背伸びすると足がつりそうになるし、低いところにぎゅうぎゅうに詰め込んである何かを引っ張り出そうとするとぎっくり腰になりそうで、思うように動かせないっていうことが多くなってきました。軽い生活にしていかなくちゃって本気で思い始めました。先日も不要な重いお皿が何枚もあったので、それをまとめて手放そうと思ってみたら、あまりの重さにびっくりしました。もうまとめては持てません。私は50代後半ですが、もっと年を重ねていったらもっと大変になりそうです。やるなら今だ、もう今のうちに何とかしなくちゃって実感しました。使わないで収納してあるものってすごく重いんです。棚とか引き出しとか家はこの重さに耐えているなんて本当にすごいなと思います。何でも重いんですが、瀬戸物、布、紙の重さって想像を超えています。体のどこも痛くないうちにやっておかないといけません。そして使わないものや不要なものを手放した後に、そういったものが入っていた棚や引き出しを処分したいとなったらさらに大変です。一人では無理です。子供や家族や親戚に手伝ってもらったり、それができない場合は結局最後には業者に依頼して高額な費用を支払うことになります。そうならないためにも今からやっておくことがすごく大事なんです。少しずつ手放していくしかないんですが、50代以降の方、これから大事なことは買わない、不要なものは手放す、それに尽きると思います。買わないということに関しては、最近はもう食料品以外に新しいものを買うということはほとんどなくなりました。何かが壊れたら新しいものを買うぐらいです。もう家の中に何か新しいものが入ってくるのは最小限に抑えたいんです。なので日々のミッションは手放すことがメインになってくるんですが、今日は私が一番力を注ぎつつも一番捨て活が難しいエリアであるキッチンの捨て活についてお話ししたいと思います。なぜ難しいかというと、キッチンは家族共用の場でもあるので、思い切って捨て活しようとしても家族のまだ使えるのにもったいないという言葉に翻弄されてしまうからです。そういった言葉を振り切るためにも
今日のリストを用意させていただきました。キッチンの捨て活の方針としては、1. 使っていないものは手放す。 2. 大量にある同じものは最新のものだけ残して古いものは手放す。 3. 料理する人があなただけである場合、これ絶対自分は使わないわと思うものは家族に相談しないで手放して OK。 4. 自分のものではないものには触らない。例えば家族の誰かが集めているグラスとかワインとかには触らないようにする。この4点だけです。そして手放すことにワクワクすることが大切です。これを手放したらすごくいいことが待っていると期待しながらやるんです。キッチンがすごくすっきりして幸せな気分になる。やっとごちゃごちゃから解放される。なんか運気が良くなりそうなど、根拠のないものでもいいので、不要なものを手放したら、いいことがあると確信して、ワクワクしながらやることが大事です。そして、家族が出かけてしまって、誰もいない時間、一人時間に実行することも大事です。家族が見ている中でやると、それ捨てるの？まだ使えるのにもったいないというコメントがおそらく出てきます。そして、手放そうと思ったものを、食器棚に戻されてしまったりします。そういったことを回避するためにも、一人時間に実行して、手放すと決めたものは、迅速に家の外に出すことが大事です。もったいないという言葉は封印しましょう。使っていないものが置いてある場所の方が、もっともったいないです。念のため、とりあえずも封印です。自分の人生を、とりあえずでいっぱいにしたくないですよね。今日ご紹介するリストのものを手放すだけで、キッチンはかなりすっきりします。では、行ってみましょう。まずは、最優先で手放していきたいアイテムのカテゴリーを紹介します。まず一つ目は、もらったもの、いただきものです。これは一番に手放したいアイテムです。景品やおまけでもらった大量の小皿やコップを大量に取ってある方、今すぐ手放しましょう。捨てるのももったいないし、念のために取ってあるのではないでしょうか。いただき物も困ってしまいますよね。自分は普段使わないもの、食べないもの、食べない食材をいただいても、結局使わないで傷んでしまったりしますよね。次に、便利グッズです。便利グッズは大体便利ではありません。便利そうと思って、つい買ってしまうんですが、100円ショップの魔力ですね。場所を取っているのに、持っていることを忘れていて、何年も使っていない便利グッズってたくさんありますよね。手放しましょう。次に、用途が限られたものです。アボガド切り、蜂蜜専用スプーン、じゃがいもの切り口を波形に切るためのナイフ、キャベツスライサー、海苔を切るカッターや、温泉卵メーカー、可愛くデコるためのペン。例を挙げればキリがないんですが、つい買ってしまいますが、結局使っていないもののオンパレードです。他のもので代用できるかどうか検討して、不要なら手放しましょう。そして、ここからは個々のアイテムの連発で行ってみようと思います。このリストの中のアイテムは、私が今までコツコツと手放してきたものです。もちろん、皆様全員がこのリストのすべてを手放すべきだとは思っておりません。必要、不必要は人によるし、使っているものを手放す必要はありません。また、迷っている間は無理に手放す必要もありません。今からあげるものは、私が長い間もったいなくて手放せなかったもの、念のために取っておいたものです。キッチンにこういったものがあると、気持ちも重いし、場所も取るし、いつかどうにかしたいなと思っていたアイテムです。これがなくなったら、心も軽くなりました。では行ってみましょう。ファーストフード店やテイクアウトのお店でもらったミニ調味料、コンビニでもらった箸、スプーン、割り箸、テイクアウト店のカトラリー、お弁当についてくるおしぼりやナプキン、保冷剤、お弁当の仕切り、ピック、
小分けのアルミホイルなどのグッズ、多すぎるレジ袋、多すぎる紙袋、多すぎるエコバッグ、大量の輪ゴム、多すぎる食器、お皿、コップ、丼、小皿、多すぎるコーヒーカップ、多すぎるエプロン、複数あるしゃもじ、複数あるお玉、複数あるフライ返し、複数あるスパチュラ、複数ある栓抜き、複数あるワインオープナー、複数ある缶切り、複数あるシャープナー、その他、複数あるアイテムすべて、大量のボール、大量のザル、多すぎる菜箸、多すぎるカップ、多すぎる箸、合う蓋がないタッパー、多すぎるタッパー、ベタつきが取れないタッパー、グラタン皿、ミニ鉄板、異常に重い大皿、ガラスのオイルボトル、漏れる水筒、欠けたお皿、ガラスの空き瓶、古い鍋やフライパン、焦げが取れない鍋、取っ手が取れた鍋、錆びやすい鉄鍋やスキレット、圧力鍋、複数ある魚焼き網、かき氷マシン、フードプロセッサー、ホームベーカリー、ヨーグルトメーカー、切れないナイフ、持っていたことさえ忘れていた調理器具、ワッフルメーカー、たこ焼きメーカー、蒸し器などのあまり使わない調理機器、ジューサー、ブレンダーなど使っていないキッチン機器、古い布巾、破れた布巾、シミのある布巾、汚れたランチョンマット、古いスポンジ、古い鍋つかみ、ベタベタになった油引き、三角コーナー、キッチンマット、洗い桶、少ししか残っていない洗剤、好きじゃなくてあまり使っていない洗剤、使っていないクッキーの型、使っていないケーキ作りの道具、使っていないお菓子作りの材料、使っていないスパイス、使っていない調味料、賞味期限切れの食品、フリーザーにずっとあった食べ物、フリーザーに昔からある謎の食材や食品、マグネットの飾り、シリコンラップ、ハンディシーラー、見ていない料理本、ピザ屋さんなどのデリバリーメニュー。この中でピンときたものがあったら、ぜひ徐々にでもいいので手放していってくださいね。さて、絶対今手放すべきもの100選のお話をさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。少しのアクションと心がけで片付く家は作れます。お互いに捨て活、片付け、頑張っていきましょうね。